校長有事は、大阪府高市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。高石市立高南中学校時代は、高石リトルシニアに在籍。日本航空第2校を経て、愛知学院大学に進学するも中退。その後、2008年7月20日に、四国九州アイランドリーグの徳島インディゴソックスに入団した。アイランドリーグ入りは、 高校の先輩にあたる角中克也からの勧めだったという。2年目の2009年には正保守に定着し、打率301を記録、リーグベスト9を獲得した。2009年10月29日のプロ野球ドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから6位で指名を受け、11月9日に仮契約した。2010年は2軍で打率。 296、1本塁打を記録。2011年は打率。196、0本塁打と不審に終わる。同年10月8日に行われた、ファーム、日本選手権では、故障者が続出するチームで二塁手として先発した。2016年10月30日、記者会見で今季限りの引退を表明するとともに、東京消防庁の採用試験を受ける意向である。 ことを明らかにした。12月2日、自由契約公示された。死願理由について、リトルリーグ時代の先輩で、消防士になった人物がいたことや、人から頼られる職業に就きたいという思いがあることを、述べている。2017年に死亡していた東京消防庁に、合格した。遠藤110メートルの力強いスローイングが武器。祖父に、 元近鉄バファローの大石正明がおり、徳島時代の背番号28は祖父の現役時代と同じであった。ありがとうございます。